よっしゃ、任務終わり。平門、平門と。おい、平門時間だぞ。待て。サスケ。こんな夜にこんなことしてまで一体どこへ行こうっていうのかな。俺は力を手に入れ、もう一人の三人の元で。しまった。サスケ。内派の現実はきつい。大丈夫かい、カカシ。ええ、それよりサスケが。お前まで倒し、サスケは一体どこへ向かったのじゃ。おそらくオロチマルのところへ。なんてことだ。オロチマル。バカなことを。サスケの身が危ない。そんな。ウチハ一族の立場がこれ以上悪くならないためにも、内々に、そして速やかにサスケ君を連れ戻さなければ。見ろよ、ここが俺たちの秘密のトンネルだ。近丸、そろそろ急がねえと。うん。ナルト。ナルト、お願い、サスケ君を。サスケ君を必ず連れ戻してきて。サスケは絶対俺が連れて帰る。約束するってばよ。ナルト君、気をつけて。二人が里を出てすぐ追いかけていく影を見た。で、急遽俺たちが助っ人に来たというわけだ。できたのはこの4人だけだ。僕たちは5人です。なんてことありませんよ。バカ、お前たち暗部相手に何まともに突っ込んでんだよ。邪魔しないでくれ。じゃねえな。ナルト、大丈夫か。本気で殺しに来てやがる。その目、
火影の息子ナルトまで殺しにかかるなんてありえねえ。三代目、四代目火影の穏健派と違い、武闘派の主任が束ねていたという組織。昔聞いたことがある。暗部の中に別動部隊として暗部養成部門が存在していたと。ねえ、こいつらが根の者。くそ、このままじゃサスケに追いつけねえ。ナルト、こいつらはホカゲ様の手の者じゃねえ。根の者とかいう裏の組織だし。てこらー血の気の多い子だこと。影分身の術こいつら、同じ木の葉なのにどうなってんだ。そういうことか。ズバリ、本当の狙いはサスケをオロチマルの元に送り届けること。そっか、だからサスケ君を連れ戻そうとする私たちが邪魔なんだ。返り討ちにしてやっからよ。ネジ、リ、テンテン、走れ。